はい、セクシーでーす。今回はね、現在のプレステージ6なんだけども、レベルがね、もうマックスになってるんでね、で次のねプレステージ7にね進めるんでね、今回はプレステージモードに突入してみようと思います。はい、じゃあ早速やってみたいと思います。からプレステージ、あの BO2 やったばっかりっていう方でね、あのまだねプレステージのね、次のプレステージに行くやり方がわからないっていう人も結構かわからないけどいると思うんでね、まあそういう人のためにね、ちょっと今回はねプレステージ、次のプレステージに進むやり方をちょっと解説していきたいと思います。プレステージモード、これね自分もBO2 やったばっかりの時はね、55になったらね次のプレステージに行けると思っててね、でこのバラックからのこの画面をちょっと開いてなくてね、55になって、あれ55になってるんだけどプレステージ、次のプレステージ進めないなって思ってたんだけどね、でこれちょっとねいろいろちょっとやってみてね、あ、この画面からいけるんだなということでね、分かってね、だいぶ前なんだけどね、まだこれやり方が分からないっていう人もいると思うんでね、そういう人のためにちょっとやってみようと思います。プレステージモード、最初からやってみるよ。バラックからこれ上押せばね、すぐこうやってプレステージモードに行けるんでね、プレステージモード、ここを選んでね、このプレステージ報酬っていうのはね、あの次のこのプレステージモードに突入して、で次のプレステージになってからじゃないとこのプレステージ報酬っていうのはねアンロックされないんでね、今はロックされてるんだけどね、次のプレステージレベルで使用可能になるっていうなってね、プレステージレベル7に突入します。プレステージモードレベル1からスタートしますが、武器レベルやチャレンジの進行状況は持ち越されます。代わりにアイテムの一つを永久アンロックでき、3つのプレステージ報酬のうち1つを獲得できます。1、追加カスタムクラススロット。2、プレステージ中にいつでもアンロックトークンを取り戻せるオプション。3、すべてのステータスと進行状況をリセットするオプション。3はね、あの間違ってもね選択しないようにしてください。でもね、あの これね、あのこの3のねステータスリセット、ステリセって言うんだけどね、これをやるとね、あの消しゴムっていうのがもらえるんでね、さらに詳しく1はもういいと思うんでね、カスタムクラススロットっていうのはね、2を選んだ方がいいと思うんでね、プレステージ中にいつでもアンロックトークンを取り戻せるオプション、あの今まで使ったアンロックトークンがね取り戻せるんでね、新しくプレステージしてね、あの武器とかね、あのワイルドカードとか、あのパークとかビースタル、タクティカル、全てあのロックされてる状態なんだけどね、この2でねアンロックトークンを取り戻せるんでね、もうロックし放題なんでね、さらに詳しくプレステージに突入するとその次のプレステージレベルの1からレベル1から始まります。クラス作成、アイテムとスコアストリークは再度ロックされ、もう一度アンロックする必要があります。同じアイテムをアンロックすることも、前回選ばなかった、もう一度アンロックする必要があります。
同じアイテムをアンロックすることも、前回選ばなかった新しいものを選ぶことができます。はい、早速プレステージモードに入ります。はい、プレステージに入ったんでね、新しいプレステージレベル7にね突入したんで、プレステージ報酬リファインド、そのプレステージで獲得したアンロックトークンをすべて取り戻す。プレステージごとに1回だけ行える。やり直し、進行状況やアンロック状況を完全にリセットします。一度選択すると二度と元には戻せません。これはね、リセットするとね、もう本当にね、BO2 の最初にやった状態からのスタートなんでね、大体の人はこれを選ぶと思うんでね、リファインドね。自分はこのリファインドを選んでみたいと思います。リファインドすると、そのプレステージで使ったアンロックトークンを取り戻すことができます。ただし、アンロックしたいアイテムは再びロックされます。リファインドを行い、違う種類の武器や装備に調整しますか。リファインドを使うとよろしいですか。プレステージごとに得られるプレステージ報酬は一つだけです。本当にアンロックトークンを取り戻しますか。リファインドを使います。はい、使ったんでね、今はね、まだレベルがね、上がってないんで、これはクラス作成とかね、クラス作成ね、これ上等兵レベル4でしわからないなと。これスコアストリークもね、5兆レベル7でしわかなというような。早速ちょっとね、レベル上げるためにね、ちょっとやってみよう。フリーフォールでいいか、手っ取り早くね。久しぶりなんでちょっと忘れちゃってね、ちょっと普通に少ないんでね、ちょっとやり直したいと思います。はい、この世で怪しい人今の発掘機なんだ。ちょっと声が入っちゃってる。ハイドロちょっとミュートしちゃう。ミュートは結構めんどくさくてね、スコーピオンで来るか。これ最初はすぐレベル上がるんでね。あ、まだ始まったばっかりだ、よかったわ。スナイパー多いんだよな、間違えた。あ、C4 か。スモークかい。間違えた。間違えた。スナイパー多いからな、ここな。プレイ。スナイパーマジうざいわ。イライラするわ。C4 使わない方がいいな、やりづらいわ。よし、 C4 が、
これナイフ出るあれだな、間違えて出るときあるんだよねこれ。よしよし上がったぞレベル。よっしゃ、しないスキル。トリックプレイ。マユ呼んだよ。どうよ。プレイ。間違えた。これで結構レベル上がると思うんだよね。レベル3まで上がってるんだね。別にこのゲームはもうどうでもいいんでね。スナイパーじゃねえかこれ。ナイフが間違えてるんだよな。やりづらいわこれ。レベル3か。まだだな、じゃあ。はい。今回の成績は16キル23ですでした。レベル3に上がったんでね。まだね、アンロックできてないんでね。ここでもいいわ。もうあんまり得意なワープじゃないんだけどね、このディグっていうのはね。ここはスナイパーは強いかもしれない。あ、スナイパーじゃない、スコーピオンが。
どれでいくかな。スコーピオンでいってみようかな。適当にやっとけ。スモーク投げてちょっと翻弄しようか。いたぞ。よし、ファーストブラッド。こんなこういうところでもスナイパーいるんだね。いたぞ。よし、レベル4になったぞ。今んとこトップだわ。こういう狭いところでもあれだな、スナイパーいるっていうのすごいね。レベル4になったからいいね。これフライ、スコーピオンやりづらいわ。変えよう。あ、アンロックされてるのかな。こいつ使うか。エンターだわ。もうちょっと早く帰る、帰る。よしよし、エンターの上は。どうよ。ナイフやろうめ。なかなかお見事じゃ。フライ。久しぶりに使うけど面白いな。これ難しいんだよね、このマップね。そうよ。敵は弾切れかい。敵とおぐれ。何回されたのか今。これしょう。はい。どうよ。この辺にいたな。こっかい。やりづらいよ、ここは。難しいわ。早く割ってくんねえかな、これ。難しいわ、ここ。
やりづれはこう。オスターハンターキルドローンセンバー。Stand by. Hostile UAV incoming.よし、もう終わりだな。早く終わってほしいわ。よし、よし、レベル4に上がったんだね。このゲームははっきり言ってどうでもよかったんだね。レベル4上等へアンロックトークン4つ獲得とプラス作成か装備をカスタマイズする。はい、抜けようか。一旦これはあれやろうか。これ今設定されてる武器は最初からアンロックされてるんでね。これはもうね、前でね、永久アンロックでね、一つだけ選べるんでね。これはね、DLC の追加マップなんでね、追加武器なんでね、これはもう最初からね、アンロックされてるんでね。で、スコーピオン、一番最後の武器はね、やっぱり、アンロックしてた方がいいんでね。ここはね、まだ、レベルが上がってないんでね。このアバカンもね、永久アンロックでアンロックしたんでね。で、このショットガンのこの M1216 も永久アンロックしてね。ここはやってないんだな。スナイパーライフルのこの XPR50 もね、永久アンロックしてね。アサルトシールドもね、永久アンロックしたんでね。で、ハンドガンは、このカップ40も永久アンロックしてね。ランチャー系はやってないんだよね。このクロスボウとか、こういった B ナイフもまだ永久アンロックしてないんで、ワイルドカードもまだ一つも永久アンロック使ってないんでね。で、ライト、この、ね、パークワン。これゴーストとかよくね、永久アンロックする人も多いんでね。これってまだレベルが上がってないんでね。まずこうやって設定してね、もうこれはもうマックスになってるんでね。ちょっとスコーピオンちょっと行ってみようか。じゃコミックどれかな。デッドマンズハンド、これ行ってみようか。フォアグリップと、どうしようかな。拡張クリップで。パークワングリード。アンロック
そうですよ。まだこれあれなんでね、来てないんでね、アンロック。ちょっとあれやな、ちょっとアバカン、ちょっとこうした武器、クランタグ、武器エンブレムもね、ブックプレステージ2なんでね、マックスなんでね、これ両方つけられるんだね、これ迷彩ね。こういってみようか、火炎ストックと、どうしようかな、拡張クリップでいってみようか。でワイルドカード、ハードライト、フラグとコンカッション、ちょっとこれもやっとくか。とこれちょっと変えようか、まだねマックスになってない、ちょっと クイックドローと拡張クリップでいってみようか。で、ここにレミントンちょっと、どの店、このね、この矢印がついてる2つはまだね購入してないんでね、あとはもう購入してるんでね、これ今進行中なんでレベル上げね。これいってみようか。今ほとんどアンロックされて、ロックされてるんで、今つけれるのはこんだけなんでね、パターン決まってるんでね。スナイパー全く使わないんでね、今日やっとこうか。ハードライト、サプレッシャーつけとこうか。アンロックしとこうか。アンロックして装備。このバリスタまだレベル43にならないとね、アンロックできないんでね、この XPR、 これも永久アンロック使ったんでね、ちょっと悩むところだな。
とアバカン入れとこうか。アバカンよく使うんでね。可変ストックと拡張クリップの方が強いんじゃないかなと思うんで、ハードライト、ショットガンのこのどうしようかな。ロングバレルに拡張クリップ、あとはどうしようかな、シールドもやっとくか。デッドマンズ、これいっときな。あとハンドガン、これもまだあれなんだな。ちょっとどうしようかな、ちょっと変えようか。ハンドガンをちょっと、拡張クリップ、こういう感じでね、一番悩みどころがね、永久アンロックトークンをどれに使うかっていうのはね、ちょっと悩むところなんだけどね。これね、例えばの今これ自分が使いたい、あの永久アンロックにしたいアイテムを合わせてね、例えばね、自分あのゴーストっていうパーク1のゴーストを永久アンロックにしたい場合、この下の R1、 このアイテムを永久アンロック2というふうに書いてる通りね、 R1 を押せばね、こうやって R1 を押せばね、永久アンロックの表示が出てね、ゴーストを永久アンロックしますかというふうに出るんでね、永久アンロックにしたい場合はね、これアンロックして装備するとか、これ選べばいいんでね。で、選ぶとね、今はね、まだ永久アンロック使ってなかったんでね、永久アンロックでこのゴーストはね、ロックしてないんでね、アンロックしてないんでね、今ロックされてる状態なんだけどね。で、今、永久アンロック使ってね、永久アンロックトークンを使ってね、このゴーストをね、アンロックしたらね、今、次のプレステージになった時でもすでにね、アンロックされてる状態なんでね。このフラジャケでもいいと思うんだけどね。ちょっと、悩みどころなんでね、いつもね。やっぱ武器は優先的にね、最初はね、永久アンロックトークン使ってアンロックした方がいいと思うんでね。まあ、これは好みで分かれると思うんだけどね。武器の最後のやつはもう全部あれやってるんでね。クロスボウと B ナイフはまだ一度もやってないんだけどね。戦術はあのドミネーションで、あの戦術マーカーよく使うっていう人はこのね、永久アンロックでトークンで戦術マーカーをね、アンロックする人もいると思うんだけどね。自分はもうあんまり使わないんでね、戦術マーカーは。ちょっと今悩んでるんだけど、
ゴースト。ゴースト&読書かな。ちょっと今考えてるんでね。スカーでもいいんだけどね。そう。どうしようかな。ちょっと悩んでるんでね。スカー。どうしようかな。ちょっとスカーがいいか。スカーだな。このクロスボウはレベル25になったらすぐアンロックできるんでね。でナイフ、Bナイフはね、バリスティックナイフはちょっとレベル49にならないとアンロックできないんでね。これやる人もいると思うんでね。AQアンロックトーク使ってね。これどうしようか悩んでるね。Bナイフ、Bナイフやってみようか。あ、ちょっとあれだ。ちょっと。あ、できたんだ今。今 AQ アンロックトークン使ってこの Bナイフをね、あん。永久アンロックしました。はい、一応今ねこのスコアストリークだけまだねロックされてる状態なんだけどね。これはねあのレベル7になるとね、現在レベル4でレベル7になるとこのスコアストリークもねアンロックされるんでね。はい、今回は新たなプレステージ突入と、AQ アンロックを、AQ アンロックトークンを使ってバリスティックナイフを AQ アンロックしましたっていうね解説動画になります。はい、ご視聴ありがとうございました。